はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、魔人フィーナ武神3系の性能レビューやっていこうと思います。もうね、使わずともわかる最強の闇属性バッファーとなってます。 SLB から見ていきましょう。まず SLB は無知のデバフが 30%、 ステータスバフ 400、 LB バフが300の闇の威力アップ 45% ということで、闇属性の無知使いコラール君とめちゃくちゃ相性がいいキャラクターとなってます。いや、これを機にね、コラールが化ける可能性あるんじゃないかなと思いません。コラールは化けないね。いや、まあめちゃくちゃ強い闇属性バッファーが魔人フィーナと。で、通常の LB は少し倍率が下がりまして、無知が 20%、 ステータス350の LB250、 闇の威力アップは 45% となってます。イメージで言うと本当色違いの帝王フィーナという形かなと思います。闇属性バージョンだね。で、魔人フィーナの強いところは、味方全体に魔法で闇の付与、そして闇の威力アップが負けるところ、さらには貫突すると悪魔キラー、そして通常で人キラー、精霊キラーの125で、悪魔キラーは163種族のキラー付与ができるところが魔人フィーナの強いところ。さらには火、風、土、闇の 100% バフ、これ結構便利になってくる場面が多いんじゃないかなと思いました。そして MP の固定値回復を味方全体にできるところ、なんかほんとサポートに優れたキャラクターだね。で、あとは開幕で勝手にステータスバフ250、そして LB ダメアップ200が入るところも便利かなと思いました。周回においては便利だけど、ダークビジョンズとかだとちょっと使いにくい場面も出てくるかなと、ちょっと懸念もある。で、あと戦うの効果で HP 回復と、30% の闇の威力アップができるので、HP と MP 回復どちらもこなせるキャラクターとなってます。で、極めつけはこれだね。アシュラ召喚時のエリア展開、味方にエリアで、30% の闇の威力アップエリアを展開できるところ。なので、リノアとかと合わせてあげると、闇のデバフエリアと威力アップエリアを同時に展開できるので、さらに効果力だね。で、リノアも闇属性だから、本当にその二人の相性がむちゃくちゃいいキャラクターとなってます。で、キラーも豊富でいいんだけど、持ってるアビリティっていうのが基本的に全部全体なんだよね。で、このアタッカーのアビリティも全体だから、なんかこう、HP が0になってチェインが途切れる現象、あの不具合が解消されれば、本当に使いやすいキャラクターかなと思います。唯一欠点を挙げるとしたら、今の全体のチェインが途切れちゃう点。あとは、勝手にバフがかかっちゃうから、ダークビジョンズ等で、まあ、倒しちゃうとか、そういう懸念があるぐらいかなと思いました。で、この両手パッシブ 50% なんだけど、アビ隠すると 100% まで伸びるような形となっております。で、あとは、両手の、これじゃなくて、チェインの極意とかは持たないから、そういうね、ダメージを伸ばすっていうところだと、まあ、ちょっと、工夫が必要かなと、アビ枠を圧迫しちゃうかなというところは懸念材料かなと思いました。いやー、にしてもめちゃくちゃ強いね。耐性値で言うと、土と闇の 30% という形になってます。トラマスは HP20% 支援型でつくと。で、耐性も 30% それぞれ、このね、火器のやつがあるから、すごい便利なキャラクターかなと思います。精神値も高いしね。続いて、スパトラ。スパトラはね、今後生きてくるね、両手武具の無知。まあ、ほんとね、フィーナと合わせるのが一番いいんだけど、魔力の武具パッシブが 200%、獣キラー100、精霊キラー100がついた両手の無知。マジでこれ本当に強いと思う。魔法タイプで無知の両手持ちが来たら、本当にフィーナと合わせて、このスパトラかなり重要になってくると思うから、スパモグ食わせる際は、ちょっと注意が必要かなと思いました。いやー、これね、本当にフィーナ引かないと後悔すると思いますので、ぜひこのね、新年、そして、年末、忘れずに引くことをおすすめします。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではまたねー。